はい、皆さんこんにちはえ。27。1回のしゃべりすぎゲーマーへようこそ。ようこそえー,ー、いつものダニエルです。いつもの今井です。はい、こんにちはです。いつも通りのみんなですね。はいえ、この3名で届けたいと思ってます。はい、えーとですね。皆さんのコメントコーナー後ほどあるんですけどえ、まずは今週のテーマからいきたいと思います。岩井さん、今週のテーマは何ですか？はい。 今週のテーマはですね、私のために作られたゲームというテーマにしまして、皆さんが自分のために作られたようなゲームについて語っていきたいと思います。はい、これはでもダニエルが発表しました。はい、しました。はい、このコンセプトはダニエルではい。はい、そうです。あのまさにこの間、ガーディアンズ・オブ・カレッツをやってて、 やっぱ、この、私の好み、いろんな意味で私の好みばっちりになってまして、これ本当に私だけのために作ってくれたかもしれないっていう気持ちになったんですね。まあ、たまにあるんじゃないですか。ゲームをやって、あの、特にこう、なんていう、テーマか、コアのものとか、いや、多分これってお客さんそんなにないかもしれないけど、ぴったし私の好みなんで、作ってくれてありがとうっていう気持ちになるゲームは、まあ、いっぱいあると思いますので、えー、皆さんね、順々で、えー、どういったゲームがあるのか聞きたいと思います。 えどうしましょうじゃあせっかくじゃあガーディアンズから行きましょうか。はいじゃあまあ、はい、まあコンセプトも含めてね。うん、はい。そうです。のあの、はい。一応ね、あの今週遊んだゲームの番組でもうすでに私の感想についてもう語っているので、あ,あれはちょっと控えめにするんですけど、はい、あの、ガーディアンズ・ガレクシーはまず、まあ、えー、とその、なんていう、オンライン要素がなく完全に一本道のアクションゲームであって、まあそれ系のゲームはまず好きですね。 あのそれ以外ももちろん好きだけどあとはガーディアンズ・オブ・ガラクシーはもちろん好き <laughs> っていうのはそれも大きいんだけど原作ね原,原作のね、うん、そしてそのガーディアンズの、えー、作品自体な,な,なぜそのなんていうフランチャイズ好きなのかっていうのはまあそのヒューマーだったり、えー、そしてその SF のテイストだったりすごくこうダークの SF ではなくすごい元気の未来を見せてくれるガーディアンズですしえー、とそのまあ 彼らいつもこう、ふざけて喧嘩し合ったり、あの行動してるんですけど、でもハートがたっぷりあるあの作品でもあるので、えっ、ー、と、そういったものがゲームになると、ものすごく、なんかこう、まあ、まず嬉しいんですね。そして、まあ、ガーディエンズの、その、えー、今回のガーディエンズのゲームの,あの出来で言うと、まあ、ゲーム自体はゲーム、ゲ,ゲームの部分、あの、そのシステムとかそういった部分は、まあ結構面白いけど、どちらかっていうと、 あの、その、ま、台本の質とか、えっと、映像美とか、その、ビジュアルデザインとか、あの、キャラクターたちのその個性、ものすごく完璧に再現されてまして、えっと、これは多分、その、ゲームだけで評価しちゃうと、こう、どこまでね、あの、上に上がるかちょっとわからないとこもあって、まあ、IGN のレビューでも、あの、発展になってまして、そのぐらいかなと思うんですけど、 そのガーディアンズのファンであれば、SF のファンであれば、そのヒューマンの入った作品が好きなのであれば、あのその筋肉的なあの彼たちの,あの、えー、と話題とか好きだったらあの、会話好きだったら、もう本当に満点のようなゲームになりまして、私の中ではすごい同満足してるんですね。はいうん、なので… えと他のプレイヤーたちは入ったら多分楽しめるかもしれないけど、私のいろんな好みが合わせてるもので言うと、私みたいな人だったら、いや、これは完璧だぞっていう気持ちになるかもしれないですね。はい、まあ、あの先週っていうか今週あ、先週末ぐらいの、マキちゃんがあの記事で書いてる通りあのまり、あ、やっぱファンの評判はいいんですよね、このゲーム。 実際そうなんですよ、まあ、ダニエルだけじゃなくて、やっぱガーディアンズ・ギャラクシー、まあ、特にこの MCU のガーディアンズを見てきた人にとっては、かなりしっくりくる話なんじゃないですか、話っていうかゲームなんじゃないですか。 うん、あのもちろん MCU のガーディエンスをもとにしてるではなくあの、うん、オリジナルというか、うん、だけどでもだいぶ,だいぶテイテストはさ、うん、あの映画に近いんで結構,テスト近い結構近いあのその音楽の BGM のチョイスとか、まあ、それはね、うん、一応もちろん原作からっていうのもあるんですけどあのその辺のチョイスとか えー、キャスティングとか、うん、結構まあまあ、あの、路線は一緒というか、あの、うんうん、結構似てるじゃ似てるかな。だからまあ、顔,あ顔自体はちょっと違うけど。とはいえ、<の>例えば、うん、あの、ピータクルとかガモラとかは、えっと、映画版のピータクルとかガモラとちょっとだけ違うっていうのもあるんですよね。あの、手定とか見た目とか、そういうことね。 ともかくね、まあ、アベンジャーズの時にちょっとだいぶ落胆した人が多かったと思うから <laughs>、その意味ではね、ちょっとリベンジだったわけでしょうから。<laughs> そうですね、はい、それはそう思います。よかったです、ね。まず、はいうん、そのビジュアルデザインもこ,こんだけ豊富な、まあ、いろんな惑星とかいろんな舞台、えー、とかいろんな宇宙船とか出てくるんですよ。あと、クリーチャーとかモンスターとか、うん、あのエイリアンの,あのかわいいものから怖いものまで、えー、そしてこう、まあ、 とあるこう惑星に行って広場に行ってその広場でこういろんな屋台があってその中の屋台の,あの販売してるこうそれぞれの,その、えー、細かいこう道具まであの結構これリッチに作られてましてでなんかこうゲームも映画もそんなにこう見せてくれないような。 あの SF のテイストを見せてくれてるのは、相当嬉しいんですね。本当に綺麗なんですよ。あの、その、ュアルのその、なんていう、あの、解像度的な、その技術的な意味だけではなく、そのデザイン自体が、ものすごく綺麗で、あの、すごい豪華なあの宇宙船に入るときもあるし、超ボロボロなところに入るときもあるし、どれでもすごいこだわりで作られてまして、あの、本当にリッチなんですね。もうさすが。 スクエニックスというところもあるんですけど、アイドルスモントリアルが開発なんですけど、あの、なんかこう、昔の FF13 とか、ビジュアル側面に良かったんじゃないですか、あのゲーム、すごくデザインが良くて。それをちょっと思い出しちゃうっていうか <laughs>、まあ、それは人によると思う。<laughs> うグラフィックのクオリティは別に決して悪くなかったけど、13の世界観どうなのかな、なみんな好きなのかどうかわかんない。<laughs> 俺は特別、まあ、印象にはあんま残ってないかな。なんかすげえミリタリー路線だなっていう印象がすごい強いけど。 ああそれ以外のところだな。ちょっとこうファンタスティックな、あの、ファ,ファンタシーっぽいあの味がかなり、まあ、本作もあの強くありますので、はい。大変、はい、ね。はい。なので私のストライクゾーンです。はい。はい。じゃあ次、今井さんいきます俺か。はい。私ですね。うん、いや、難しいですね。えっと、まあ、すごく分かりやすい事例というか、にするんだったら、えっと、まあ、あまりね、 えーとー普通の人におすすめはあんまできなかったんだけどただし昨今ハデスが出たせいで別におすすめできる作品ができてましたがスーパージャイアントゲームズのゲームは常に私が大好きだったんだけどまあ、えーとうん、バスティオンが最初の作品その後がトランジスタ、えーその後がパイアってこれが日本では出てないんだけど、うんまあ、バスティオン点数つけるとしたら8点トランジスター点数つけるとしたら7点 ファイヤーは全部やってないから何とも言えないけど、まあ、こういう、ここに来てハデスが9点だから、まあ、ハデスは胸張ってみんなにお勧めできるけど、でも、まあ、その前からスーパージャイアンスゲーム好きなんですよ、僕は、うん。で、それはなんでかっていうと、基本的にこの人たちずっとアクションゲーム作ってるけど、アクションゲームはぶっちゃけて下手くそでした。なんか、その、全体の、えっ、ー、と、まあ、 メカニクスは比較的よくできてるってよくできてるっていうかちょっとこだわりを持って作ってるんだけどそのなんかその手触りの良さがいまいちだったりあとともかく敵はウェーブでしか出てこないっていうまあこれハデスも一緒なんだけどまあそのウェーブでしか出てこないっていうその単純な作業をあの課されててあまりねゲームプレイが楽しくなかったんですけどでもそれでもね一貫してストーリーと、えー、シナリオ、えー、まあ基本的にはモノローグとかがメインなんですけどあとさらにはえっ、ー、とその グラフィックとサウンドがまあめちゃくちゃ完成度が高かったんで全部好きなんですよ。<laughs> ただ、この世界観自体も、まあ、好みはあると思う。あの全編通して言えることははっきり言って大体暗いんですよ。<laughs> まあ世界が終わってるみたいな話が基本で。<laughs> うんうん、まああの典型的にはバスティオンは完全に世界の終わりの後の話だし、トランジスターは自分の恋人が、えー、死んじゃって、なんか剣が。 まあ、剣になっちゃってるんだけどね、単には。剣と自分で,で。ずっと狙われて、まあす、まあ、ネタバレになるから最後までオチ言わないけど、オチも結構ひどいもんですよ。あの救われないんですよ、<laughs> 基本的に。バスティオンの方は、オチの方はね、2つの選択肢みたいなのがあるんだけど、まあ、どっちもなんか話的にはなんか救われない。でも、そのね、なんかね、あのね、なんかね、あの暗い感じが、やっぱ90年代の日本のゲームっぽくて、好きだったところもありますね。 でまあ、逆にハデスは、こんだけヒットしたのも分かるんですけど、あのゲームね、やっぱ単純にゲームプレイ楽しいのと、なんか明るいんですよ。まあ、地獄だけど。うん、地獄だけど、みんなね、生き生きしてて、あのキャラクターがね喋りかけてきたり、そういうところもあって受けたのかなと思って、まあ、ある種路線変更したところあるんだけど、まあ、<laughs> まあそれでもハデスももちろんいいんですけどね。ちょっと今までなんか暗いもんね、なんかね、雰囲気。すっごい暗い。うん <laughs> 色は鮮やかなところもあるけどね。まあ、幻想的な世界で、あの、基本的には世界の中に、あの、登場人物は自分となんか N. P. C. 二人ぐらいしかいない。人、人少ない,人っい、人。人があんまりいない。 でるんでですよ基本的にでもハデスの世界は一応その,あの地獄の世界だけどその神様がさあの一々なんかそのちょっかいというかあの助けてくれたりするからその時にいろいろ軽口たたいて雰囲気が全然違った、まあ、ともかくあの、ね、暗い設定が結構明るくなったことでまあこんだけ売れたってのももちろんあると思う。なるほどそうですね。うん、まあいいうかその暗い 暗いいいいのが好きな人いっぱいいますしねあ <laughs> まあそうそうそれはそうなんだけど、ね。暗いだからこそはい。そうですかね。まあそうなんだけどやっぱりなんか昔のスーパージャイアンツのゲーム好きな人ってちょっとそのなんか世界観とかに重きを置いててあまりそのキャラクターとかのことに重視してる感じではなかったけどだいぶハデスからになってなんかファンアートの方向性とかもだいぶ変わってきた感じがしてまあやっぱ。 いっぱいキャラクターがいたらみんな想像力含まらふあのふふ膨らませやすい。うん、なんかね、もう完結してる感じが強いんですよね。あのトランジスターとか、その、なんだろうあの、バスティオンとか。まあ、そのなんか感覚は個人的には好きだったんだけど、まあ、やっぱりね、売れるとなるとちょっと違うかな。まあ、もちろん売れてたんだけどね、過去の作品も。こんなに売れないかったけど。<laughs> ハデスはちょっと化け物みたいなタイトルになっちゃいましたけど。<laughs> なるほど。 じゃあ次、千葉さん、どうですか結構難しいんだよな。これ、今、ちょっと何で難しいかっていうのを自分で考えてたんですけど、自分なりに。やっぱり、その趣味の方向がいくつかあった方が、かっちりはまった時のかっちり感が違うんじゃないかっていうのがね、一つ説としてありますね。例えば、ダニエルさんとか今井さんは音楽にも興味があるし、映画にも興味あるじゃないですか。僕は逆に言うと、そこはないわけよ。<laughs> だからそこで カチッといくときはあんまないわけ、ほとんど。特に映画は。まあ音楽好みとかもまああるけど、映画とかは別にないし、まあ、キャラクターに対してそもそも興味薄いからな。というので、何が好きかなって考えたんですけど、これやる前から考えて結構難しい。<laughs> <laughs> 難しいえ。まあやっぱ、うん、ちょっとこの、やる前にも話したんですけどえ、不思議の城のヘレンっていうゲームがありまして、そううれかな 僕はですね、あのー、なんていうか、数字、数字を動かすゲームが好きなんですよ。敵とか、敵とか味方とかが数字をやり取りするゲームが好きなんですよね。ハードゲームとか、うん、あのー、うん、まあ、JRPG みたいな単性の戦闘とかですね。で、それの中でも特に際立つだって好きなのが、その不思議の城のヘレンっていうゲームで、うん、まあ、本当に単純にシステムが好きって自分のためなんだろうか。 <laughs> これはちょっと難しい,難しいゲームメカニックスに重きを置いたっていうかそこで勝負してるってことだよね。そうですねでそこのまあ切れ味が非常にいいので、まあ、どういうゲームかっていうと難しいな。まあ、だからそのなんていうか回答をそのゲーム側って基本的に回答を準備するわけじゃないですかこういうふうにやったら倒せますよだとかこういう武器使ったらいいですよっていうのがあるんですけど、うん、まあそれが結構複雑に絡み合っていて。 なんか一つの行動に対していろんな大水けされてて、そこのバランスを取るのがまあ難しい、あるいは楽しいっていうデザインなんですよね。まあ、パクティカルみたいな感じ。うん、なんで、そういうのがまあハマって好きなの、うん。このヘレンっていうね、フリーゲームとして最初に出てるゲームなんですけど。うん、かなーと思いますね。なんか逆に言うと、そのあ、あれ、デフォルトの素材使いまくってんじゃん。r b g スクールのね。うん。日清<あ>だから、なんか、 それはだからまあまあその作クール界隈のネタっていうのはも,もちろんあるんだけどそこは捨ててるっていうまあそうねあとそのその世界での文脈に沿った物語に結構なってるからなってるからねから扱いとかがね、うん、俺は全然そういうところは知らないからそういう意味では別に俺のためではないんだけど、うん、まあシステムだけに着目してもまあすごくハマったなっていう感じはありますね最初にやった時のその感動がね まあ、あのシステムべ、ねべ、べっちゃけパクって誰か他に作ってくれて欲でも惜しい、惜しい気持ち <laughs> あれもっと楽しみたいなっていう気持ちは非常にある。うん、短いからね、うん、本作自体はそうそうでも短い中にもいろんな工夫が、ね、盛り込まれていて、<で>もう簡単させられる的なんですよ。あの、まあ、その数字ごちゃごちゃするやつだと、だからダンジョンエンカウンターとかは結局どうだったんですか、うん、ダンジョンエンカウンターズは僕は結局まだクリアしてなくて、 なんか、うーん、これから先どう結構なんかあの、僕がこれまで喋りすぎゲームに出て何回か言ってると思うんですけど、サブクエストとか全部やりたい派なんですよ、基本的には。ジャンのゲームじゃないけど。はい、で、うん、ダンジョン・エンカウンターズの場合は、マップを埋めるっていう作業があるんですね。で、マップを全部埋めると、いいことあるの、一応。うん、そうすると全部マップを埋めたくなってしまって、そっちで疲れてしまった。 なるほどね。<laughs> そっちだから俺ピッタリ来てなかったんだよ。あバトルの方がだったかもしれないけど。完璧に言うと,ちょ,っとちょっとあのゲーム長すぎてもっとコンパクトにしてミスを高くしてたらお気に入りだったかもしれないんじゃないあそうそうそう。まあそのボリュームが当然あるよね。そのうん、なんかぴったりこのぐらいの負荷でこれぐらいのボリュームでっていう好みが当然あるから。まあそこがだから不思議の城のヘレンとダンジョンエンカウンターズの僕の中でも違いなのかもしれないですね。 そうね,なるほど,ねどっちもそのキャラクターみたいなところはそんな強い部分ではないと思うんですけどだからどっちもっていうか <laughs> その2つはかなり極端で何もないに等しい位置のその<あ>世界部分でダンジェってはほん名前だけでもいいくらいの温度かな、うん、だと思います、うん、まあでもそういうのは逆に僕は適性あるから耐え,耐えられるというかむしろいいぐらいの気持ちだから でもそれさ、あのそのより良いその設定とかキャラクターとかグラフィックとか入ったら、あのもっと評価上がんないのいそれはものによるでしょう。そのなんていうかな、あのー、特に意味のないものが意味のあるものになっていくのが好きなんだよ。え例え,ば例えばとして、あのー、僕はいつも寄生獣の話をするんですけど、寄生獣っていう漫画には後藤っていうすげえ強い敵が出てくるのね。ラスボスじゃん。ラス、まあ、スボス で後藤ですよ名前日本人のただの名字ですよ。<laughs> それが強いやつだっていうメッセージングに変わるわけだよ、この漫画の世界の中では。それが好きだろうね。五島 <laughs> <laughs> っていいどうでもいい名前が強いやつになってる。まあ一応意味あるんだけど。まあまあ、5つ入ってるから五すぐまああいつら安直な名前しかつけないから。からえ、<そ>じゃあそれはやっぱりそのゲーム内のせ によってこれなんか我々の認識自体に影響を及ぼすって話、それともなんかゲームの中の話なの。まあ外でもあるし中でもあるよね。まあ中の場合は別に薄いことがそんな取り立てでいいことではないと思うんだけど。まあ外も、ね、そ,そうだけど、つまりだからいやこれはまあ私も比較的まあ重視するっていうか、まあ多分他の人よりもめっちゃ重視してるんだと思うけど。 あのー、結構私もともとゲームメカニクスとかシステムとかになんかなんて呼ぶかっていうのはゲームによってこそ,ろずそれぞれじゃん、うんあのー、格闘ゲームのチェーンコンボだったらガトだとかレボルバーアクションとか、はい、<laughs> いろいろあるし白皿のエンチャントだったりなんかそのあるじゃないですか名前なんかそのおなじみのなやつだけどいろんな名前な、ね、そうそうそうです <laughs>、はい、あ,あれってメカニクスは別に新しくないけどその名前でその世界観に合ってると あのまあ、今出した例は別に合ってないと思うんだけど合ってると俺はすっごいあのい,い,い,いいと思うんだけどその辺はどうなのポジティブ評価になるんだプラスに上がりますよ <laughs> だからさっき言ったスーパージャイアントのゲームはそういうゲームなんですよスーパージャイアントのゲームは全ての設定を独自用語にしちゃっててはっきり言って翻訳するのがすごい難しくて。 えっとユーザーも戸惑います。えっとなんかね例えば、トランジスターの世界ではあの世のことをカントリーって言うんですよ。死んだらカントリーに行くって言うんだけど、意味全然分かんないんですよ。でも、でもその確かにあのトランジスターの世界はすべて都市なんですよ。実はあれ、電脳世界なんですよ。電脳世界にいて、カントリーはリアルワールドなんだけど、電脳世界から追放されたらカントリーに行くしかないっていうので、あのよくカントリーってなってて。まあそれなんか そうフレーバーとしてグッとくるところはあるんうん、か,かるね、確かに。システムの名前とかであんま感じたことは、まあ、あるかもしれないけど、パッとは浮かばないですね。うん,うんなるほどね。まあそこのなんか、好み、うん、は人によるかなと思います、うんその。なんかいろんな名前を頑張ってつけてたら、いろんな理由をつけてるのは好きなんですけど、僕。 うんうん、あそこはそうなんだね。なんかあのシステムをさ、これ別に理由言わなくてもよくねって時説明してる時あるじゃん、ゲームで頑張って。ああ、あるある。いろいろな理由づけをなんかしているパターン。それ結構ですなねうん、うん。なるほど。ありがとうございます。はい、どうしよう。じゃあもう一周行きましょうか。もう一周。うん、もうちょっとコンパクトに。はい。はい、えっと、結構でもね、よく考えるといっぱいありますよ。あの、うん。 これ今 T シャツ着てるんですけど、スターウォーズ・ジェダイ・フォーライのオーダーはまず一つですね。あの、ブラッドボーンとかソールズ系のゲームは好きだけど、スターウォーズも好きですし、<laughs> 合体されるともうやばいっていうこともあるんですけど、<laughs> 次どうしようかな。<laughs> あ、でも、やっぱ音楽系のゲームいきます。音楽系がいいかな。はい、テトリス・エフェクトにしようかな。テトリス、そもそも、まあ、子供の頃から大好きですね。あの、 まあ、なんていうんですかね、こう、プロプレイヤーに比べると全然ヘッタピーなんですけど、ある程度あの活躍できるゲームであるし、あの、すごく、片付けながらやるのもやっぱいいよね、気持ちいいっていうのもありますし、で、さらに言うと、えー、っと、まあ、水口さんのゲーム基本的に好きですし、レーズとか好きで、えー、っと、 そもそも、あのシミステイズや共感覚という,こうテーマで水口さんいつもゲームを作ってるんですけど、まあ、音楽を感じながら、色もあのいろいろあのど同時にこう感じるという意味の,あの、えー、共感覚なんですけど、私はまさに共感覚ある人なんで、音楽を聴くとき、<laughs> いつも色が見える、あとは、そううん、あと形とか見えるんですよ。えーはい なので、えっ、ー、とこ、こういった音楽はこ,こ,これ色とかでもあるし、あの、今日はこれ色の音楽聴きたいというのもあるし、あの、なので、結構そもそも、まあ、あの、あの水口さんのゲーム私に向いてるというのもあるんですけどね。で、さらにそういった、うん、まあ、エフェクトをいろいろテトリスにくっついて、しかも、まあ、VR があってもなくてもいいけど、あった方がね、あの、すごくこう、まあ、没入感とかたっぷりですので、あの、とにかく、 そのゲームの中にいたいっていう気持ちは <laughs> 強くありますねあの。時間の制限、他のやること特になければ結構時間をかけてやりたいっていうのもあるし、まあレズのレズインフィニットの VR 版、あのはい、特にこうリージョン x エリア x の,あの追加されたレベルもそうだったんですけど、うん、やっぱりずっと中に入りたい世界観がある、そして音楽の,あの実際に流れてくる BGM、 かなり質が良くてあの、まあ、好みに近いかもしれないけど、それはあの好きですし、えー、と、その、まあ、ビジュアル表現も、あのまあ、テトリスだけど、すごいカルフルに、あの綺麗にあの、感動的な、えー、表現されてまして、あの私、これまでにずっとテトリスが好きで、いろんなバージョンでテ,テトリスやってて、まあ、どれでも、大体テトリスね、あの、 本当にこう完璧なゲームだと思ってたんですよ。これ以上にうまくあのできるわけないなと思ったら、さらにレベルを超えちゃったテトリスが出て,出てきてあの、本当に感動しました、はい。似てるようなもので言うと、サンパーもいいですよね、サンパー。あの、サンパーもまあ音ゲーなんですけど、VR があってもなくてもいいけど、その、えっ、ー、と、 何ほとんどこう、すごい、なんていう、うあまりリッチじゃないあのビジュアルであのすごくシンプルな見,見た目なんですけど、音楽とその連携、そのアクションとの連携がすごくうまくできていまして、あのゲーム、ちょっと暴力的なリズムゲームと感じまして、<laughs> あの敵との,その攻撃とかあったりするんですけど、あの結構グッズと感じるようになってまして、 はい、な,なので、それ系のゲームはやっぱり、えっ、ー、と、他の人たち好きかどうかわからないけど、私にはぴったしっていうのを感じますね。はい。今井さん、テ,テ,テトリスエフェクトやってますいや、やったけど、僕、そんなに実はテトリスそんな好きじゃないんで。いいいいなんで <laughs> テトリス好きじゃない。いや、トリテトリスなんでそんな好きだっていうこと自体は疑問だとは思う。 テトリスはもちろんなんかシンプルでスマートなゲームだとは思うけど、うん、うーん、なんかまあ別のゲームしたいなって思う。何なやろうね。 まあ、一応え俺、エンドレスなモードって基本的に嫌いだからな。まあ、もちろんその、レベル上げてってあのあ、ある段階でクリアみたいなのもあるけど、なんかね、テトリスって難易度の上がり方が結構特殊なところもあって、そのあとそのど、基本的に自分のはっきりしたミスでなんか死ぬっていう感じが多いんだよね。注意力が重視されるのはちょっと嫌だなっていう。まあ、なまあ、集中しないといけないですね。集中しなくて、ねまあまあ。ちゃんとゾーンに入って。そう,そうま テトリスエフェクトはそのエンダレスじゃないモードが多いんですよ。そうそうそれはしてる<の>だからテトリスエフェクトはやってでも序盤のやつは逆に簡単すぎた後急に難しくなった。<laughs> 意外と。<laughs> はいはい。まあまあまあ。それはテトリス。はい。じゃあ次、今井さん。はい。うんと、これもまあ難しいんですけど相変わらず。なんかいろんな方向性がもちろん自分が好きなものの中にもあ,あるから、なんか。うん どれあげようかって迷うけど、迷うな自分のため、自分のためって何やろうなえっとね。俺先行こうか。そう、先にあのね、これは人の受け売りなんですけど、僕はグランディアっていう RPG が好きでですね、これセガサターンの時だから96とか97年、七からに出たゲームなんですけど、どういうゲームかっていうと、少年が冒険しますっていう RPG なんですね。 うん、で少年がまあオドになっていくまあいわゆるジュブナイブですよ。の、うん、RPG なんですけど同じようなあ年齢の頃にやったゲームなんですよね僕の中では。はい。だから、うん、その体験としてそもそもなんか自分と、まあ被る部分もありやっぱそういう意味ですごくなんていうんですかぴったりハマったゲームなんですよねの。ゲームシステムとしても当然僕が好きな当然っていうのは変だけど僕が好きな <laughs> <laughs> 僕が好きだバトルになっててすごいそこもおっしゃいところなんですけどそれ以上に。 当時、その、なんていうか、まあ、大人の階段登ってるところですよ、の、なんか、女の子が出てきたりね、えーで、自分は自分で成長しなきゃいけないっていうのとかあって、そこの、なんていうか、自分の年齢とのセットでの楽しみですよね。でもそれ、ファンタジーでしょ、うん、当然ながら、グランディ。まあ、ファンタジーで、もそ、ファンタジーって言ったってさ、その根本にあるのは、その人間の基本的な、お悩 どっちかっていうと世界とかに興味があるじゃん一人いやお前、まあ、俺多分じだからそキャラクターに重ねるって発想はなくて、うん、こういう世界ありますでーみたいなんでその世界をまた辞書見てるような感じじゃん、はい、そうそうそう地図とか辞書とか永遠見てる感じ僕はそういうのはあんまないんで、まあ、そこはやっぱね重なる部分があってで今思うと今度はその 当時の支援は逆にもう結構わかんなくなるんだよね、その子供として。なんで面白かったんだろ親側の支援になるんだよ。親も出てくるんですよね、その当時。お母さんが出てくる。お母さんが出てきて旅立つを見送るっていうシーンがあるんだけど、序盤に。迷信すぎてね、やばいね。おじさん泣いてしまうよ、本当に。今から、今からやっても嘘で面白いと思うね。嘘です。なんでや、ワンとツー両方リマスター出たんだっけ出た。まあ、ワンとツーやってます。ただ怖い。いや。 あのそのリメイクとかリマスターの対応は本当にやっていいかどうかっていうの僕は慎重に判断したいんであのもう大い出がぶっ壊れる可能性があるわけじゃ <laughs> 最悪<ー>別に面,面白くなかったわってなる可能性もあるから、うん、まあねまあ怖くてとりあえずは今ひっそりとしてますなんか時間ができたらやったりするかもしれない、うん、なるほどそうですねスライド時間を、うん、はいまあねあのなんか音ゲーの話とかも俺もしたいんだけどとりあえずいいや <laughs> えっと、じゃあ、その、なんか、観点としては、基本的にゲームメカニクスどうやって使ってんやっていうことに対する回答をうまく出してくれたところがあるゲームは、まあ、ちょっとそのゲーム自体が俺のためとは思わないけど、なんだろう、自分が期待してたものを出してくれたっていうのはいくつかあってさ、最近だと、まあ、デスペラート3なんだけど、なんかね、なんか最近俺、なんか なんか映画とかドラムとか見てみんな話面白い面白くないとか言うわけじゃないですか。うん、なんか俺、はい、なんかまあ面白い話の方がいいって思うんだけどなんか結構どうでもいい気がしてきて最近なんかそ見るときどちらかというとビジュアルとかその他部分に惹かれる方が多いんだけどなんかデスペラート3は、うん、まあ西部劇の話で。 まあ結構テンプレなんですよね、まあ、ちょっとね、ったキャラクターいるんだけど、まあ、昔の西部劇っぽく悪党たちが5人団結して自分の復讐を晴らすっていう話なんですけど、まあ、これがあのいい部分は、単的にラストシーンなんだけど、まあ、主人公のジョン・クーパーっていうのは、かつて自分の父親を殺されたことがあるまあ少年だったわけですね。でそこから少年あの賞金稼ぎになって えと自分も父親のような、まあ、西部のガンマンになって成長するんだけどまあこれ明白に父親とおも同じシーンを演じなきゃいけないところが出てくるんですよ。うんうん、で父親はこれはだから言えないんだけど完全にもうらねだれるんだから父親はあることがきっかけで死にました。でもじこのジョン・クーパーも最終的には死にそうなあのその最後の決闘をするんだけどそこであることがきっかけで死なないでするんだと。 それがゲームプレイでうまく表されてるっていう非常にね、あの巧みなシーンがあるんですよ。これはね、そう、お父さんとは違う道になるんですけど、うん、その理由は何なのかっていうとは、はゲームをやれば分かるんだけど、うん、そこの描き方が、これ映画にしたらぶっちゃけべたすぎてあの、なんだろうな、まあ拍手するけど、なんかみんなそうこういう話だよねって終わる、ねまあ、確かにちょっと映画で見たら安いな、えー、安いんですよ、演出が。うん、っプレイしますけど、け<っ>安いね。<laughs> ゲームでやると、ゲームでやると感動しますよ。うん、あっ、こういうことか、みたいな。確かに、かにそうかも、うん。で、これはね、安いな、安い、あの映画見たくないな、そのシーンが。そうなんだよ。なんだろう、なんだ、まあね、あの他のね、みんながいてよかったね、みたいな話になっちゃうだけだから。でも、これがね、ほんとゲームプレイにやると、あの不思議に、おこんなふうにゲームをプレイさせて使うんかっていう驚き、やっぱり、あの、 このデスペラード3のラストシーンは本当によくできてたと思う。うん、なるほどね。うん、まああと似たようなゲームだと、これね、あの散々私が言ってるけど、超マイナーなゲームでいつも伝わらないんですけど、レイヴンマークという、あのー、シミュレーション RPG があるんですけど、はい、これは非常に変わった RPG、シミュレーション RPG で、まあ、ファイアーエンブレムみたいなマップで、えー、と戦うものなんですけど、基本的には、 えー、6体までの、えー、ユニットしか指示が出せません。あとは、えーとまあ、前に進め、えー、ここで待機しろとかいう4つの指示だけでやるというちょっと変わったゲームで、まあ評判はね、あんまり良くないものの、このゲームは非常にその現実の戦闘の発想をかなりあの感じるんですね。つまりユニットってそもそも1個1個指令出せるわけないじゃんと、戦争ならば。うん、なのでそういう意味では、 これは結構ゲームの戦闘場面をうまく切り取ったゲームで、まあ,あ、非常にあの印象に残ってるんだけど、なんか独特すぎるシステムと、あとちょっとうまくいかなかったこともあって、なんかもったいないね、作品だなとは思ってますね。うんうんうん。まあ、いずれにしろ、そのシミュレーション RPG がもうちょっと描ける場所っていうのはあるんですけど、それをあのかなりうまいこと描いてる作品ではあります。まあ、戦争をいかに描くかっていうところですけど。 こういったものはもうちょっと出てきてほしいと気はしますあの。デスペラード3に関しては、むしろ最近、うん、あの昨今、この、えー、いわゆるリアルタイムタクティクス、えーまあ、コマンドス・ライクと呼ばれるようあの、今までニッチだったジャンルだけど、今ね、あのおそらく新作で10本ぐらいもうすでにあの出たりあの、予定されてて、うん、もうブームになっててあの、みんな理解し始めたんですよ。この形式っていろんな状況をえらあの描けるんじゃないかと。 であのー、第二次世界大戦の,のドイツ兵があの逃げるっていう話とかの、えー、とコマンドスライクとかあとは囚人の <laughs> コマンドスライクとかあとは普通にいわゆるミリタリーの現代的な戦闘のコマンドスライクとかいっぱい出てきてるんでま、うん、あのもっと面白いゲーム出てくるんじゃないかなと思ってますあともちろん「シャドウタクティス」っていうこのデ,デスペラードス3の前に作ってたゲームこれ日本の忍者が5人揃って、まあ、1人侍ですけど、えー、戦う話も 極めて時代劇みたいなものをうまく話してて、まあ難しいゲームだけどあの、なんかロールプレイとしても楽しいゲームですね。なるほどね。ストーリーをうまくメカニクスにおお落とし込んでるゲームをやると非常に満足しますね。自分のその、はい、好みにそこまでこうピタシに合うゲームを見つけるときに、うん、特にね、終わったときに、 もっと似てるようなもの欲しいなと思う気持ちがありますよね <laughs>。まあそうなだ、ね。<laughs> なかなか少ないんだからこそそこまでね、ヒットされちゃうんですけどね、自分の中に。なんですけど、ああ、こういうゲームもね、もう毎月あればいいのになと思ったりするんですけど、まあ貴重なものですね。そんだけ自分の子供,にう子供に合うもの。そろそろ時間はまいりますが、まあちょ、私もね、ちょっとだけじゃあタイトルだけ申し上げます。他に皆さんあれば。えっ、ー、と、 サイバーパンク2077って、えっ、ー、と、はい、いろいろ問題があったんですけど、まあでも、かなり世界観とか、はい、えっと、そのゲームのストーリーの内容とか、いろいろ私には結構、好みの、えー、近いものだったので、あとは、はい レッドデッドのシリーズもそうですね。GTA がい <laughs> いっぱあるるいいっぱいあ,るいあんだけ世界的にヒットされるのはよくわかりますし、もう現代的なゲームであるし、まあ、いろいろねあの、過去の話もありながらでも現代的なものなんですけど、レッドデッドは西部劇ってすごくこう人を選ぶはずの作品なんですけど、あんなにこう大手な形であんなこうテーマでゲームを出すのは。 勇気のかかるっていうのもあるし、まあ、アメリカだったらヒットするのは当たり前かもしれないけど、それ以外の国ではね、ちょっとこう、ハードルはあるかなと思いながら、あの、私は西部劇が好きなんで、あの、あれもすごく GTA よりは好きだったかもしれないですね。はい。まあ、他にもいっぱいあるけど、あ、ロリチョップ、ロリポップチェーンソー、そう、ロリポップチェーンソー、ーー最後に言いますけど、あの、ノ <laughs> ーモーヒルズってないの <laughs> ノーモアヒだってノーヒルズ好きだ、好きたけど、 それさらにジェームズ・ガン、いわゆるガーディンズの監督であるスーサイズ・カードの監督であるジェームズ・ガンがあの台本シナリオを作ったんですよ、あのゲームを。そのスーダさんとジェームズ・ガンの,そのコラボとしては、いや本当にいろんな意味で私の、えー、と好みにはあの合ってましたね。その時もゾンビもまだ好かれてなかったし <laughs>、もうゾンビ、うんね、ちょっと飽きちゃったけど、あのなので、嬉しかったです。 うどそ,のそうですね <あの S 2> はいうはね、うん、でも彼はずっとそういったこう、まあ、ホラー映画とかによく関わったりあの特撮というか自分の,あの作ったエフェクトで B ムービーとかいろいろやってたのであの結構それで菅、まあ、田さんとそのシンパシーが合ってるかなと思うしあの,あのゲームのシナリオもいわゆるこう、まあ、ゾンビのアポコリプスで暗い話になってるはずのがすごいポップで <laughs> 楽しいゲームなんで。 はい、はい、それはまあ私は好きですね。はい。はい、他に皆さんない大丈夫ですかはい、大丈夫です。ではでは、でえっと、今週のテーマはここまでなんですけど、皆さんぜひ、あの、自分の子、自分のためにこのゲーム作ってくれたんじゃないかと思うタイトルがあれば、ぜひぜひそのタイトル、その理由は、えー、コメントの一覧で教えてください、えー。ということで、皆さんのコメントコーナーいきたいと思います。えー、先週のね、しゃべりすぎゲーマーの えー、動画からのコメントをいろいろ,いろ,いろ、えー、と取り扱いたいと思ってますので、これ、千葉さん、お願いできますか、はいえー、前回はその期待のね、ゲームのお話を、えー、っと、ゲストにレイヤーキュークを招いてやったんですけど、うん、どれからいきますかね。えー、っと、これいこうかね。えー、ゲダツさん、ありがとうございます。 11月はメガテン5やって、12月は今年の遊べてないゲーム1本やろうと思ってたけど、ソーラーアッシュキングダム面白そう。これ、レイヤー級からね、うん、多分紹介したと思うんですけど。そうです。はい。はい、まあ、他にもいっぱいタイ,タイトル上がってるんで、ソーラーアッシュキングダムに対するコメントは結構あって、まあ、みんなんうん。まあハイパーライトドリフターのね、デベロッパーの新作ですね。うん。ということで、やっぱ期待してる方が多いみたいですね。あと、この方は、アンのミューテーションネムナム、うん もう<ム>今年、今年出るのかな今年なんだっけ予定は手のゲーム。まあ、これもサイバーファンクですけど、うん、あるいや、はっきりした、あれ出してないんじゃんかなまあ今の時点で発売できてないパターンはあんま期待しづらいよね。基本で。だってもう10やったから。らあと1ヶ月、2ヶ月レベルですから、うん。あのー、21年って言ってるけど怪しい感じがしますよ。というか、先週の番組で今年の期待作なくて私が一つ取り扱った、えっ、ー、と、ソウル・クリスタ えーとちょうどその動画を公開した同じ日に延期延期されたんです。はい、<laughs> 2020年に <laughs> 仕。仕方ないです <laughs> はい、そうですね。なので、まあそういうのもありますよね。あとはえーとえーと山桃抽出物さんありがとうございます。ありがとうござープロ君ポケット R。あー,あーはい。 まあ久しぶりの復活なので、まあ、やっぱりこの方がおっしゃってるのは果たして R2 につなぐことができるのか,、まあ、なんかこういうところですよねしばらく部屋に出た時に気になるのは、まあ、出たのはいいとその後出るんかってところですよねね期待だけではなく不安も混じったこれを出来次第で変わるしさう、ね、うこの出来が人気かどうかによって全然変わってくるからうん、うん、特にあのそのゲームはねこう、まあ、みんなで一緒に遊ぶパーティーゲーム系のものが たくさん収録されてますので、それはみんなのね受けが良くないとあれなんで <laughs>、遊ぶ相手がいないっていう問題になるから。でも、この間、東京ゲームショーであれ展示されてたんですね。私もこう、野球にあんまり詳しくなくて、野球ゲームあんまりやらないんですけど、まあ。 野球そんんに関係ない <laughs> ゲームじゃないですか。とにかくミニゲーム、いっぱいあって、うん、まあどっちかというと、ボンママンに近い。感覚近いですか,なんか俺のイメージするパワフルクンポケットと結構違うな。あ、そう。あ t g s のバージョンはそうなのかな、うんまあ、いわゆるパーティーゲーム。なんですねメイン自体はソロのゲームですよ。あ,れあ、そうなんだ。パーティーゲームではない。うん、あのなんか今回なんか新しいやつが作ったところがそういうので。なるほどね。 うんまあ、TGS でってあの展示されたのは、そういったパーティーゲーム系のものだ,だ,だったんですけど、楽しそうなと思ってましたね。ん、はいまあ、かそういうのが、どう、まあ、そファンとしては難しいところですよね、その新しい試みを受け入れるのか、それとも嫌す、ね、これはまあ、でも、だから、いや、普通に考えて期待してるのは、もともとの,のなんていうか、内容でひたすらその成長させていくような形のものだとは思うんですよね。うんうん まあでもなんか今回はいろいろその多分まあ小波さんの発想としては桃鉄みたいな形で売り出したいって気持ちはちょっとあるのかなって気がします。あ<ー> <laughs> なるほんかそういう風にねあのジャンルも野球バラエティとか言ってていろ、ね、ん,んなのが入ってますよみたいなこと。 を言ってますけどでも多分、そのサクセスモードのリメイクが多分、あの本丸だと思います。<laughs> それがダメだったらダメって多分言われる。<laughs> はい、<laughs> れな、ねまあ、復活するかもしれないけど、まあ、そういうの復活は望んでなかった。新しいのミニゲーム使えて復活しましたって言われても、あのそれを求めてないって言われそうだから。うん も桃鉄みたいな人を狙うのはそんな簡単じゃないですかね。多分桃鉄の時もそこまで、ね、狙ってるはずはないと思いますね。いやでもまあ、桃鉄はいろいろちょっと開発の吸ったもんだがあったから、なんかある程度売れることは予想できたと思いますよ。うんうん、でそれが、まあくまでの大ヒットにはつながるとは思ってなかったけど、まあ鉄板タイトルであったことは間違いなくて、な、うんで、ね、これまでこんなこんがらがってたのっていうのはまあ権利関係だったんで、端的に。 あののゲームの問題点ははいじゃああと一個だけいきましょうかえっ、ー、とテーマ提案ですえーと浩太、うん、小山さん、うん、ありがとうございますみんな大好き三部作 GTA やクライシスなど三部作リマスターなどたくさん発売されて嬉しい限りです、うん、まあ今度ね GTA も出ますから三部作は夢とロマンがあってみんな大好きだと思います私の最高の三部作はメタルギアソリッド3ピースウォーカー5です サンブサク。それってそうか数えるのわかん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 。そもそもメタルゲートてン部作じゃないですかね。まあもちろんまあソリッドあるんじゃないのなんかんとか点的な。あるかもしれないダンバーニング以外にあるパターンは当然あるじゃん。はあ。なんだろうな。かあるんです部作えっと。 まあ、ゲームボーイアドバンスの 3, 3つを三部作と呼ぶ場合はあるかな、うん、あとは、加賀さんがやってたやつで同じ世界観のやつあったけど、あれ3つだったのかわかんないな。トラキアと、うん、まあ、ななまあ、でもあんまないっすよ。そういう感覚で見てる人あんまいない。あ、でも、ギアズのさ初代三部作は三部作でしょワン、ツー、うん、スリー多分。でもそこで一旦終わったよね。うん まあ一応そこから4、5あるけど若干多分ストーリーの,あの主人公が変わったんですね途中で。うんうん、リ,リブートした感じなんでね。は、う、い、ん。あ,まあと、元のね、元のソニックも一応ソニック1、2、3で一括りとしてもちろんソニック CD もナックルズもあったんですけど、うん、そ,れそ,れそれこそ名前だけでは <laughs> そで。それで言うとだからスーパーマリオ,スーパーマリオブラザーズ1、2、3は3部作、ね、3> <laughs> 無リアルだろ。<laughs> どうだろうね ?2 が難しい。スクラストーリーみたいなの欲しいな。よく出てくるのは、やっぱマスエフェクトとか、ダークソウルとかですね。ダークソールってどの程度三部作っていう8連続性あんのよくわかんないけど。あと、ドラクエはワン、ツー、スリー。あ、ドラクエね。あと4、5、6は天空、三部作っていうふうに扱いいけますけど、まあ薄いつながりですけど、一応つながりあるみたいな。シェムは三部作ってカウントするのかな 一応三まで見れないけど、これかられからっていうのもあるけど、ストーリーは終わってないけど、これからでもフォーは存在するかわかんないよ。いや,いやそうだこれで三部作って顔つするならテンでしょ。出てないけど三部作になる予定ですみたいなやつってあるわけですからね、世の中には。難しいな。ツームレーダー、リブート版ツームレイダー。ああ<ー>、一、ね、つのララークロフトの一つのストクとして、確か確かあの,のまとめたストーリーになってますね。まあ、ただ、はい、あれ結構良かったですね。 ただ、なんか、ララの描き方が若干その中でも変わってった気はする。うん。うん、そうね、結構変わってたね。シャドウで結構暗い話にしてったり、まあ面白、まあ、よくできてますね、これは、確かに。うん。珍、うん、しいな、変わらないの。ヒットマンかな<ー>ヒットマン、三部作 <laughs> 今、ワン、ツー、スリー、三個だから。<laughs> まあ、そうだけど。ま <laughs> あ,んあ,あ、新しいヒット。ベースが、そうってだけなんだよ。んそんなに三部作って感じじゃない。 もててあでも、でも、あの、そう、エー g e n t 4 7のストーリーは一応続いてますよ。ああ、あれです、ね、そうそれ言ったら全部ずっとそうだもん。あの,あの、まだ完成してないけど、<laughs> ハーフライフ三部散布作はあの一番最高の散布作だと思う。<laughs> <laughs> 一番もあの待ち望まれてる散布作だと思う。そうかね。<laughs> 確かに、まあ。そんなとこですね。結構難しいテーマですね。スッとは出てこないな。調べればあるかな、自分の中に。 そそううね、そうね。映画だったらねもっとこうねあの、三部作を狙ってまあ「スター・ウォーズ」カルテもあるんですけどあの。 えっと、ロード・オブ・ザ・リングスとか、まあ、結局ね、最後によよ4本作っちゃったんですけど、多分3部作としてあの発表されたんじゃないですか。あの、ホビットもそうですし、スター・ウォーズの、まあえー、と3つの3部作、<laughs> 3部作の3部作。あまあ、ロード・オブ・ザ・リング自体は、基本的には原作に忠実な切り方ではあるんでね。うん、原作自体がその3部に分かれてるから。うん、まあ、長すぎてーンえ、3までやるの あの監督は3までにやりたいというんですよ。<ー>3はあの、だから、1、2は、えーと、その元の小説の前半、うん、後半で、えー、と次の,あの小説の続編もやるんだね。監督はそうしたいんだけどあの、一応グリーンライトされたのは2だけですね。<laughs> まあ、あの売り上げに応じてってことですよね。はい <laughs> はい。そうです。はい。こんなとこでした。 あの、ぜひ、そのね、あの、我々の、その好きな三部作とか、そういった子ね。あの、テーマの提案してくれるときぜひ、あの、自分の、あの、好みの三部作とか、あの、自分の、その、なんていう事例とか、あの、教えてほしいなと思います。皆さん、どうですかね、好きな三部作あれば、ぜひ教えてください。はい、はい、ということで、今週の、ええー、喋りすぎゲームはここまでにしたいと思います。 はい、明日も今週遊んだゲームを公開しますのでそちらもぜひ皆さんチェックしてください。ということで長い視聴ありがとうございます。皆さんのコメントお待ちしております。また来週までに。バイバイ。さよなら。